したいです。今日は久しぶりに読み聞かせをします。実は最近この風防を買いました。また風防だけの ASMR も撮るね。今日読み聞かせをするのは注文の多い料理店、宮沢賢治さんの作品です。では紳士が休暇に狩猟をして過ごそうとピカピカの鉄砲を持って山の中を歩いていました。案内人の漁師もどこかへ行ってしまい、東京から連れてきた2匹の犬も泡を吹いて死んでしまうくらいすごい山奥でした。チェ、高かったのにえらい損害だ。死んだ犬を見て一人が言うと、もう一人は獲物もないしもう帰ろうよと言い始めました。そうだな、それじゃあ切り上げよう、宿で山鳥でも飼えばいいさ。二人は漁をやめて帰ることにしました。ところがあまりに遠くに来たので戻る道が分かりません。風はどうどう、草はざわざわ。寒いし腹が減ったな、いい加減歩き疲れたよ。ふと見ると立派な西洋風の家が一軒建っていました。玄関には西洋料理店山猫軒と看板があります。おや、こんな山奥に本格レストランかね。意外に思った二人が入り口に立つと、ドアには金の文字で、どなたもどうかお入りください、決してご遠慮はいりませんと書いてあります。いいじゃないか、入ってみよう。ドアを押すと裏側にはこう書いてありました。若い方や健康な方は大歓迎です。おお、僕らは歓迎される客のようだ。二人は大喜びです。廊下を進んでいくとまたドアがありました。ずいぶんドアが多い家だな。これは君ロシア式だ、寒いところの家はこうなのさ。ドアの上には、当店は注文の多い料理店なのでご了承ください、書いてありました。注文が多いなんてこんな山の中でも流行ってんだな。中にはまたドアがあり、こう書いてありました。ここで髪をきちんと直し、靴の汚れを落としてください。マナーの厳しい店だね、偉い人がやってるらしい。二人はその通りにしました。くしとブラシを台の上に置くと、それはボーッと消えてなくなり、風がドッと風の部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして寄り添うように恐る恐るドアの中に入りました。中にはまた変なことが書いてありました。弾を抜いて鉄砲をここに置いてください。なるほど、鉄砲を持って物を食べる作法はないよな。次のドアには帽子とコートと靴をお取りくださいと書いてあったので、二人は着ているものを壁にかけました。またドアがあり、メガネ、財布、その他金物、特に尖ったものはすべてここに
置いてください」と書いてあり、大きな金庫まであります。何か電気を使う料理なのかな。尖ったものは危ないからね。二人はメガネや時計などを金庫に入れました。次のドアの前にはガラスの壺があり、中には何かクリームが入っていました。見ると壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってくださいと書いてあります。これはどういうことなんだ。外はひどく寒かっただろう。急にあったかい部屋に入って手足がひび割れないようにさ。二人はクリームを顔や手足に塗りつけ、余った分はこっそり食べました。それは牛乳のクリームでした。次のドアにはこうありました。料理はもうすぐできます。瓶の中の香水をよく体に振りかけてください。二人は香水を振りかけましたが、それはどうもお酢のようでした。風邪でもひいて間違えたのかな。ドアの中に入ると大きな字で、いろいろ注文が多くてすみませんでした。これが最後の注文です。壺の中の塩を体によーく揉み込んでください。と書いてありました。え？二人は顔を見合わせました。おい、なんだか変だと思わないか。おかしいぞ。さっきから向こうがこっちへたくさん注文してんだよ。西洋料理店というのはつまり僕たちを料理にして食べるってことじゃ。ドアの向こうからはひそひそ声も聞こえます。チッ、やっぱりやつら気づいたようだぜ。親分が余計なことをいろいろ書くからだ。二人はガタガタ震えて逃げ出そうとしましたが、後ろのドアはびくとも動きません。前のドアの鍵穴からは二つ目の青い目玉がキョロッキョロッとこちらを見ています。さあさあお客さん、早くこちらへいらっしゃい。親分がナイフを持ってお待ちしてますよ。助けてくれ。紳士たちは泣き出しました。その時です。ワン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 、カラーカラー。死んだと思った2匹の犬が部屋の中に飛び込んできました。犬は前のドアを破って暗闇に吸い込まれると、中からはニャーギャオコロコロコロという声とドタンバタンという音が聞こえてきました。そのドタン、部屋もドアも西洋風の家もすべてスーッと消えてなくなり、二人は風がドゥードゥーと吹く草原の中にブルブル震えて立っていました。周りの木には二人の帽子やらコートやらメガネやら時計やらが引っかかっていました。うわー。二人は急いでそれらを身につけると大慌てで逃げ出しました。その後二人は無事東京に帰り着くことができましたが、泣いてくしゃくしゃになった顔だけは熱いお湯に入っても元に戻りませんでした。おしまい、おしまい。というわけで、注文の多い料理店、今回はこんな感じのね、イラスト付きの絵本をね読んでたんだけど、主人公の二人はこんな二人でした。はい、いかがでしたか。さ
ささやき声での読み聞かせ。すごい久しぶりだった。1年半ぶりぐらいかな。なかなかストレスも多かったりして、寝つけない時とか。 ASMR は苦手だけど、こういう読み聞かせだったら、なんだろうな、見やすいな、聞きやすいなって人も中にはいるのかなと思うと、そしてちびっ子たちと子供たちと見てくれる、そんなアイテムになるといいなと思いながら読ませてもらいました。よかったら高評価ボタンと、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。またみんなからのリクエストも待ってますので、コメント欄気軽にコメント残してください。あとはチャンネルのプレイリストの中に読み聞かせだけ集まったプレイリストもあるので、気に入ってくれた方はぜひ他の動画も見てみてください。では、西田愛でした。